皆さん、こんにちは。マーティン。では、脈の木の手です。なぜ韓国はスポーツ弱くなったのかまず、いろいろ視点しましょう。まずは、バレーボールです。確かに、バレーボール、韓国代表は確かにね、いじめの影響もあったらか、いろいろ連敗が多く、あの、ネーションズリーグとか、去年のネーションズリーグ、世界バレーも圧倒的に破れてしまい、現在、ランキングに調べたら36位。日本は実は7位だそうです、女子。男子もちょっと弱くなってます。一方、サッカーをメイムと、なんと、アジア4位になってしまい、 フィファナックも最新のフィファナック28、日本は変わらずですが、韓国下がってしまいましたね。やはり、い、韓国のサッカーやはり、い、攻略されたんですね。はい。いや韓国本当に弱いですね。えー、さらにさらに見ると WBC、決定的なのは WBC、韓国が1位ラウンド、まさかの敗退の結果ですね。はい。あの、ワールドベースボールクラシック、ヌートバーのライバル、エドマンいても全然役立たないですね。あの、韓国。いや本当にもう、 言葉にないますね。日本にも、いや、全敗ですね。最近見るとね。はい。弱くなってね。以上です。バイバイ。